登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ここからは内海俊一ラバンドピース自然を楽しむアウトドアを楽しむコーナーです。のぼるさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、鶴巻のぼるです、よろしくお願いします。今日の湘南、はい、ウェーブ桃腰サイズの温床はやや強し、あんまりコンディション良くないです。あ、良くないね。でも昨日までは調子良かったんで、一段落、また週末からサイズアップです。あ、はい、やっぱ台風の影響ですか。はい、はい、波がまた調子良くなりますんで、今日明日ぐらいはちょっと休憩かな。休憩かな。休憩、はい、休憩です良かったですね。どうも、はい、姉ちゃん、はい、本日のゲスト、はい、今日はね、はい、ゲストにおいでいただきまして、うん、広田雄介さん、はい、あ、こんにちは。山岳ガイド、山岳フォトグラファーですね。いろいろお世話になってます。あ、そうですか。うちの息子もお世話になりました。本当。広田さん、どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、ありがとうございます。はい、今日は。もう、いいえ、こちらこそ。山岳ガイドになられてもうな長いんですか。そうですね、15年ぐらいこの仕事を。あ、本当に、はい、若くして長いですね。若くして長いですね。うん、ということは若い時に飛び込んだってことですよね。そうですね。はい、そうなんですね。はい。ね、まあ、うん、広瀬さんっていうと、こう日本とカナダを往復しの、新設を求めてとか、まあ僻地を求めたのか分かんないですけど、そうですね、その辺のちょっと自己紹介をしてもらうと、山岳ガイドの方結構いるけども、まあ、結構広瀬さん特色あるんで、ちょっとその辺を自己アピールちょっと聞きたいなと。お願いします。はい、はい、そうですね、昔からまあ山登り好きで、まあ当然ながら山登りで食っていくのって大変なんですよね。どうやってお金稼ぐかっていうのをまあずっと考えてて、道は限られるんですかね、やっぱりね。そうですね、もう2つしかないですね。2つしかない、まあ一つはそのガイドになるか、あと山の写真を撮るかとか、それぐらいしかないですね。その両方やっちゃってるわけ、ね、そうですね、はい。でただまあそのまあ僕が始めたのは15年前なんですけど、まあ、大学行ってたんですけれども、まあ、大学途中で中退してしまってですね、のめり込んじゃいました。そうですね、で親父にまあ呼び出されて、お前どうすんだと、で新橋のガード下 の, あの焼き鳥屋にこう連れてかれてですね、二人で差し入れ飲みながら、いい親父さんじゃない、いいお父様、ね、聞いてくれたんですけど、納得してもらったんですか。まあそうですね、納得っていうか今も納得してもらってるかどうか分かんないんですけど、まあその時は俺は山で生きてくみたいな宣言をしてですね、ただそれからどうやって生きていこうかなっていう考えが模索の日々で、なるほどね。でまあそれからカナダに渡ってですね、大学中退したんですけど、向こうに登山学校っていうようなものがあって、まあ、そのインストラクター、まあ、養成なん、そうですね、単身ですか。そうですね、はい。でまあ、短いコースで、まあ、3ヶ月ぐらいなんですけれども、まあ、一通りそれで勉強して、でまあ、すぐそれ学校行ったからってすぐガイドになれるわけじゃないので、でその後も、まあ、世界キャリアを積むってこと。そうですね、はい、実地でいろいろキャリア積んだりとか、あとはまあ自分で好きな山登ったりとかってことで、なるほど、でまあ、日本とカナダ行ったり来たりしながら、まあ、なんとか食いつないでですね、それからまあカナダでも日本でも資格を取って、でまあ今はジムでのれんして、あ、個人事業でやってますけど。そうですか、はい、そうですね。じゃあ登さんとはもう古いんですか。古いっていうか、僕はまあやっぱり仲間の紹介でね、広田さん写真撮ってるからって、もう本当の本当の最初の頃ですよね。僕広田さんの写真をホームページに載っけんのに、まだこっちに登場してない実は岩見さんとかね、でかその彼の紹介だったりで面識あったのが始まりです。そうなんですか。最近お世話になった。最近はね、息子がやっぱり山好きでガンガン動いてるんで、そんで広瀬さんにはねいろいろこうお話聞いて、でまあ話をこうすると長いんだけど、まあうちの息子はそう彼の影響で今カナダにいますね。あ、そうなんだ。かっこいい。いやいやいや。そのガイドの行政上行ってるわけではないんですよ。うん、そうじゃないんだけども、まあそのルートですよね。もう本当に彼がいろいろ教えてくれたみたいで、ちょっと行ってくるわっつんで、まあ現在行ってます。マナでしたね。親子ともども。そう、彼にしてみたら師匠ですよね。いや、そうですか。この世界もなんていうんですか、もうなかなかやっぱ最近若い人が入ってこない感じで、でも古い方はいずれは引退されちゃうじゃないですか。そうですよね、だからそうすると減っちゃうってことですからね、ガイドの方は困るね。でもそれね、そうですね、これから増えるだろうしね、山は登るだって
そうでも、うん、まあ彼みたいな、ね、そのですね一本でその食っていくっていう本当にでも難しいことですよね。まあ何のジャンルもそうなんですけど、その遊びとか好きなものでその生計立てるっていうのはね難しいから、で彼は彼なりにそのラインうまく掴んで、バトルしたもんだ。そういうのになるね。なんで先ほど内海さんに初めてお会いして、もう背中がかっこいいなと思って、ギター一本で、そういうことでも身を立てるっていうのが、あ、そうですか。本当に、まあ今おいくつでしたっけ？今僕は36。あ、じゃあ俺の息子とほぼ変わらないです。ですから先ほど伺ってて、そのデビュー前僕まだ生まれてないですよね。生まれてないもんね。家族で。ええ。年寄り大事にされて。そういやでもね、経験値はね、やっぱり山のもうやっぱり経験が一番大きいんじゃないですか、やっぱり。そうですね、知らないとやっぱりね、はい、伝えられないし、だから俺らも音楽もそうで、やっぱり経験値っていうのは生きてる分だけは必ず重なるわけだから、そうです、ね、まあそれを、まあ、生かすところ生かすかどうかは本人次第ってことで、まあそれが難しいところ、ね、ずっと続けることがどんなに難しいかですね。そうかね、そうだね、そういうところがあるね、ここですよね、やっぱりね、やはりね、今日はいい話してます。本当ですね。今日もか。そうですよね。さっきのその広瀬さんがそのガイドとして今やってるタオパウはちょっと言っといた方がいいんじゃないですか。ありがとうございます。今長野県長野市善光寺有名なそこをベースにしてます。この間僕行きました近くまで。本当ですか。ありがとうございます。はい。で冬の仕事メインなんですけど、今日本のこう雪スキーっていうのが世界的に今すごい注目されてるんです。どういう意味で？やっぱりですね、住んでると気づかないんですけど、これだけ雪の降る国っていうのは世界では珍しいんですね。そうなんですか。はい、まあ、例えばカナダとかヨーロッパとかいろいろありますけど、雪の降る国、これだけコンスタントにこう新雪、まあ、パウダーストーンっていうんですけど、あれが降る国っていうのはまず日本だけなんですよ。そうなんだ。それは知らなかった。はい、カナダでもそういう環境あるんですけど、ヘリスキーとかやっぱり高いお金払わないと。そうですね。で1週間で、ね、ヘリスキー行くと大体100万とか150万ぐらいかかるんですけど、お金持ちのスポーツみたいな。そうなんですよね。でただ日本だともう街にも雪降るじゃないですか。そういうような環境っていうのはやっぱり世界的に見ても珍しいんで、たくさんその外国からお客様来るんですね。なんかカナダなんかもうずっとそういう環境にいるあるもんだってイメージはイメージはあるんですけども、じゃあ日本はその分雪に恵まれてる人が恵まれてる。そうですね。はい、スキーする人にとって、スノーボードする人にとっては、でまあそういう方をまあ対象にしたまあガイドをやってまして、でなかなかそういう日本文化とか、そういうのも含めてこう紹介できる感じのガイドがまだ少ないんで、じゃあ主に外国の方をガイドしてるってことも。そうですね、はい、今も冬は8割9割が外国人の方で。何人が多いですか？今で、ね、ここ2、3年はですね、北欧からの方がすごくて、フィンランドとかスウェーデンとかノルウェーの雪国ってイメージあるけど、ね、そうですね。でただあっちの 雪はもう硬いんで、カチカチで氷みたいな、やっぱり日本みたいにサラサラしてこう、そうなんですよ、また感覚が違うんですよ、全然違うみたいですね。そう、パウダーガイドって言っちゃっていいんですかね。そうですね、はい、言うは何しに日本へって感じですね。そういいですね。あとね、ちょっとすごいね、タオパウですよね。タオパウっていう名前でインターネットとか、あと広田雄介さんで探してください。はい、バックカントリーのガイドやってます。写真も撮ってます。あともう一個紹介しなきゃいけない、今週末にイベントがありますよね。はい、マウントクレマンソー、カナダの山に彼らが登ってきた報告会。あ、そうなの。映像とかもあったりして。そうですね、はい、映像と僕が撮った写真。あ、本当。はい、まあ1ヶ月間カナダ山奥にこもって、はい、冒険してきた報告会。ああ、そうですか。ぜひね、それはなんかホームページとかで。そう、品川のモンベルっていうショップで。モンベル、はい、今週の土曜日です。はい、5時から夜ですね。そうですか。ぜひね、
もう興味ある方は、うん、はい、行ってください、ね、マウントクレマンソーです。はい、はい、モンベルです。はい、品川、はい、はい、品川。来週もあのね、あ、お話聞けるんでしょうね。あ、どうですか、このままうまくつなげられれば、はい、あ、楽しいです、はい、うん、はい、ありがとう。それではまたありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。